浜ウは、悲願花火の多年草。花の様子は、構造などの樹皮を細く裂いて作った繊維から作った布と似ており、浸透真事で用いられる白い布をウと呼ぶ。別名の浜表は、肉厚で長い葉が表に煮ることから、水はけがよく日当たりの良い場所を好み、主に温暖な海浜で見られる。道端や公園、庭に植えられることもある。日本に自生するのは、 アシュ、CA ーーバリエーション、ジャポニカム、宮崎県の県家となっている。創始は、太い円柱状の幹のようなものの上から、昆布のような葉が周囲に広がる太陽なす。この幹のようなものは、真の茎ではなく、葉の付け根が多肉質の筒状に重なったもので、偽セ系と呼ばれ、彼岸花バナや玉ねぎの輪形と、ほぼ相同なものである。茎はこの偽セ系の基部に、 短縮した円盤型のものがある。ヒガンバナ科の中でもヒガンバナ族に縁が近く、ヒガンバナと同じリコリンというアルカロイドを特にニ世ケに多く含み、食べると吐き気や下痢を催す。牡蠣は夏で葉の間の真ん中から太くてまっすぐな茎を上に伸ばし、先端に多数の花を三型につける。果女は初めツに包まれ、開花時にはこのツトは下に垂れる。 花は短い柄の先にあって、白く細長い6枚の花碑を持ち、花弁の根本の方は互いに接して筒状、先端部はバラバラに反り返る。花は日没前後から強い方向を発するようになり、大型のスズメガカノガが休密に訪れて花粉を媒介する。受粉が成立すると花碑等と融合した脂肪が肥大していびつな休憩の果実となり、熟すと劣化して丸く。 コルク質の厚い種皮に覆われた種子を数個落とす。この種子は海上を何ヶ月も生きたまま漂流する能力があり、海流によって現在の分布域に広がったと考えられている。種子は水がなくても発芽し、机の上などに放置した状態で発芽するのを観察できる。自然状態では海岸に漂着してから頂上体の砂や砂礫の上で発芽し、雨が降って周囲に、 水が供給された時に速やかに根を伸ばすものと考えられている。東アジアから南アジアにかけて温暖な地域に分布する。日本では、房総半島南部、三浦半島、伊豆半島南岸、厚見半島、紀伊半島南岸、四国太平洋岸、山口県南西岸、九州沿岸、域など、主に黒潮に直面した沿岸部の砂丘で自生している。 浜大元は黒潮の影響を受けて南方から侵入する生物の典型的な分布域を示していると考えられ、その分布北限は年平均気温摂氏15度の東温泉及び年最低気温の平均摂氏3.5度の東温泉とほぼ一致する。小清水卓司は1938年にこれを一つの分布境界線とみなし、浜大元線と呼んだ。稲の害虫 参加名画の分布北限より提唱された分布境界線である本州南岸線も年最低気温の平均摂取3.5度の東温線とほぼ合致しており浜尾本線と本州南岸線はほぼ同一のものとみなされているこの年最低気温の平均摂取3.5度の東温線を分布の北限とする植物としてはナチシダ、イヌガシなどが知られている 以下の市町村で市の花、町の花に指定されている。中西弘木町、海から来た植物黒潮が運んだ花たちから、ありがとうございます。